噂の神田の井上です。ゆうさまです。小川です。サーカスです。沖田です。和田です。いよいよ今年も今日で終わりでございます。ですね。短かったような遅かったような1年でしたけど、2020年は早かったです。早かったです。はい、あっという間に終わっちゃいましたね。そうですね、毎年早いです。特に今年は真っ黒コロスケがね。そうですね、いろいろうちも大変でしたけども前はありがたいことにもう今ですね、予約も正直取りにくくなってしまっているのが申し訳ないぐらいな部分があるんですけど、ありがたいことでですね、本当にもう多くの地域からご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにサケール先生はどんな1年でしたか？そうですね、2020年の最初の方はやっぱりコロナの影響でちょっと一時期ね患者さんが減って、普通にね、うちもね、自分のね、磨きというかその技術だったり、あ、磨きね、磨きで自分の技術だったり、まあ、勉強っていうのが多かったんですけど、徐々に徐々に増えて、後半はすごい忙しい1年だったなっていう印象があります。いやでもね、多分パンダの中で、ね、一番忙しかったのはサケールだと思う。そうなんですよ、本当に、うん、まあ、来たことがある方はですね、分かると思うんですけど、天神院ってベッド2つなんですよ、うん、で正直狭い院なんですけど、多い時1日だって十何件とかみたいな。ありますね。今もだって土曜日とかは14、15件とかもあるわけでしょ。ちょっとね、バタバタしてね、よう見てると思います。もちろん皆さん感染対策はしてます。感染には十分気をつけて見てはいるんですけど、はい、今年の MVP はさっき、イエーイ、何もない何もない、何もないんです。何も出ない。何か何もないです、はい、あやさんはどうですか？そうですね、こうやって動画に出始めたっていうのもやはりあったんですよね。だから自分的にはこうやって発信していくっていうことが初めての体験だったので、ちょっと饒舌になれたかな。あと勉強もしないといけないので、自分にもプラスだし、こうやって発信することでたくさんの方から来ていただいてね、動画を見てくれてる視聴者さんなんで、あ、サキエル先生だ、生サキエルだ、そんな言われてるんですか？言われるね。そう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 。そうですね。初めて会った気しないけど、そうみたいな。ね、なんか楽しいですよね。YouTube 出てた人だ、うん、みたいな。そうそうそう。盛り上がってきて楽しかったですよね。うん、そうですね。でも本当今年からですからね、YouTube 始めたんですね、はい、うん。おかげさまで1万人ですね、超えてしまいました。すごいですね。良かったですね。本当うちのチャンネル1000人超えたのが多分ね8月か9月なんです。確かに。そうでしたね。確かに8月の終わり頃なんです。しましたね。キャンペーンしましたね。そうそうそう。1000人突破キャンペーン。はい、本当はね5000人突破キャンペーンもしたかったんですけど、はい、3ヶ月で1万人ちょっとする暇がなかったっていう、ね。すごい。本当すごいこと、はい、ありがたいですね。これも全て視聴者さん。応援のおかげでございます、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも施術の動画であったり、意外と需要の高い院長改善プロジェクトであったり応援とこの激励がね僕もだいぶ響いてますけど、ちゃんと正しい情報とかですね、スキンケアとかセルフケアとかそういった健康にも役立つ情報っていうのを配信していきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では皆さん良いお年をお過ごしください。良いお年を。1万人に到達してるのかしてないのかちょっとわからない。今すいません、これ大晦日じゃないな、おかげさまで1万人ですね超えてしまいました。わー